はい、こんばんは、K です。そうですね。この語りも第2回という形で進行しておりますけれども、そうですね。梅雨が来たっていう、あんまり感じがしない天気が続いてますね。まあ、北国からしてみるとですね、ようやく春が来たっていう感じなんですよね。ようやくこう人並みの生活になったみたいな感じで、こう梅雨どころかようやくこう春が来たねみたいな、そんな北国の現状ですね。まあ、なんだかんだでね、もう6月の中旬にこう近づきつつあって、まあ、あっという間にこうね、夏が、本格的な夏がこう来るっていうところなんでしょうね。まあ最近はこういろいろ平和、まあ、平和だなみたいな感じで、相変わらず SL でもですね、マイペースで、まあこうそれなりに楽しんだりとか、まあ、つい最近はこうセーラー服通りとか行ってですね、学生服の、まあ、コスプレっていうか、こう女子高校生になりきるみたいなですね、感じの服装をしながら、こう撮影所の、スカイの方にですね、バス停とかは、スクールバスっていうか、こうあるんですけれど、そこでこう、まあ、帰りのバスを待つ女子高生みたいなのをコンセプトにして写真を撮ったりとか、まあ今日に関してはポーズ屋のカッツェを経営されているエリーがいるわけなんですけど、まあ、エリーと今日はちょっと SL でお話を、まあ、させていただくことができたんですけど、その時に、まあ、灯台の上の方にですね、こう2人で夕日を眺めながら話をしていたんですけど、ちょうどこう灯台の上のところに、かかりというか、まあこう突き刺さるようなですね、出っ張った部分があるんですけど、そこに人のこう背中からブスッと人体にこう刺さるようなポーズをですね、直感的にエリは作りまして、それ包丁にそれを使ってみたらみたいな感じでですね、作ってくれたんですけど、ですっかり私も面白いなと思って、そのぶさ刺さるこうポーズを、使っていたんですけど、その中でこう、まあ、空から降ってきた人間が刺さるみたいな感じのシチュエーションも面白いなとか思ったんですけど、もうちょっとこう味付けしてみたらどうかなと思って、黒い羽のエフェクトをですね、エフェクトっていうか、まあ、パーティクルですか、パーティクルをこう装着して、黒い羽がブワーッとこう広がる感じにしたんですけど、打天使らしくこうしたいなと思って黒い羽を今度装着しまして、まあ、堕天使の、まあ、黒い羽をつけた、まあ、人が、まあ、空から降ってきて、まあ、死刑台のような形でですね、刺さりながら羽がブワーッとこう、まあ、舞い散ってしまうみたいな、そんな光景を最終的にはこう作りまして。空豆の方でこう公開しているプロジェクトキスのですね、作品発表の一作品として、まあ、今日ですね、アップロードさせてもらったんですけど、まあ、かなりこう、まあ、私的にはかなり気に入ってるんですけど、相当斬新な写真ができたかなみたいな感じですね。Thank you.
あの機会がありましたらご覧になっていただければ嬉しいなと思います。今後の活動としてはそうですね、撮影所のこうスカイのところに、もともと撮影用にこう作ってたものなんですけど、オールドタウンっていう形で撮影所のスカイの名前をつけてるんですけど、まあ、オールドタウンの中に、存在するこうバーがあるんですけど、まあ、そこのバーでこう、まあ、不定期な形で1時間くらいこうバーができたらいいなとか思ってるんですけど、まあ、なかなかこう時間とタイミングが合わないこともありまして、そんな気になってるみたいな、そんな状況ですね。あとはあのインターネットラジオで、ね、ストリーミング配信とかできたらいいなとか思って、そうですね、せっかくクリエイティブスタジオがあるんでそこをこう活用しながら、まあ、いろんなことができたらいいなっていうふうに思っています、まあ、そんなわけでですね、あの、まあ、季節は私の季節はこう今は春かなみたいな感じで、いろんなこうねやりたいことを少しずつ、まあ、やりながら、まあ、自分なりにこう SL を、まあ、楽しく過ごせればいいなと思ってます。それではまた、次回お会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。 See you again.